どうも、たいちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。実は、Twitter、Instagram、TikTok と活動の幅を広げております。概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、モンスターバースシリーズ5作品目の最新作であり、ユニバース10周年記念作品でもある、ゴジラ VS コングの続編の、ゴジラ X コングザニューエンパイアに関して、海外で流れている新たな情報が盛り上がっているので、ちょっと話したいと思います。ゴジラ X コングザニューエンパイアは、ゴジラ VS コングの続編で、モンスターバースユニバースを次のフェーズへと導く、新しい基軸の作品とされており、ゴジラ、コングを筆頭に、地球上に存在する全てのタイタンが、なぜ誕生したのかというその起源を描きつつ、二大怪獣が未知の強大なる脅威にタッグを組み、立ち向かう様子が描かれるとのことなんですよね。基本プロットはここまでしか明かされておらず、その他の設定はまだほぼ公表されていないんですよ。マーケティングの一環として行われていると思われる意図的に流されてくる情報によると、今回のメインヴィランはスカーキング、通称タイタンキラーと呼ばれるオランウータン型のタイタンと、シムと呼ばれる四足歩行型の大型のタイタンとされていまして、この2体は共闘関係にあり、ゴジラとコングに戦いを挑んでくることが示唆されています。そんなゴジラ X コングですが、テスト試写を見た方の感想と、世界最速でゴジラ X コングが映画祭で上映されるという情報、そして新たな面白い噂が登場しているので、ちょっと話していこうと思います。まずはテスト試写に関してですね。少し前にアメリカで関係者向けに再度試写会が行われたという情報が入ってきていまして、かなりの高評価だったようです。その試写会に参加した方の簡単な感想をちょっとお話ししますね。重大なネタバレにつながるものではないんですが、作品の雰囲気が伝わってくる簡潔なものになっています。プロットなどを想像できるものではないのでご安心ください。その感想では、ゴジラ X コングはとてもコミカルで昭和のゴジラシリーズの映画のようである。前作より SF 要素が多い。キャスト陣はゴジラ VS コングよりもいい。観客はダン・スティーブンスが演じるキャラクターに夢中になるだろう。ゴジラの出番が少なく、コング中心のストーリーになっている。映画自体に否定的な意見はない。死者のたびにブラッシュアップされ、視聴した人々の反応は徐々に好意的になっている。以前のテスト試写を鑑賞した人々は、当初登場していたとあるタイタンのファンではなかった。それにより、そのタイタンはファンを大満足させるタイタンに置き換えられたとされています。今作がとてもコミカルで、昭和のゴジラシリーズのようになるという感想は非常に気になりますよね。コミカル要素は前作のゴジラ VS コングでもありましたが、昭和のゴジラシリーズのような作品となるとどんな感じなんでしょうね。そして、どうやらティーザー映像やマーケティングの一環で流れてくる断片的な情報からも推測できるように、今作は SF 要素が強い作品になるようですね。ゴジラ VS コングもかなり SF 要素とファンタジックな要素が強めだったんですが、それ以上となるとどうなっているんでしょう。個人的には前作程度の SF 要素ぐらいまでがちょうど良かったんですけどね。ただ、大迫力のバトルシーンが見れるなら、それはそれでいいかなって感じもします。キャスト陣に関してですが、ダン・スティーブンスが演じるキャラクターがかなり評判がいいようですね。好きな役者さんなんで、これは非常に楽しみです。しかしながら、ちょっと気になるのは、その後のゴジラの出番が少なく、コングが中心のストーリーになっているって部分ですね。ここがネックになってきそうな気もしますね。以前から海外ファンダムでも言及されている通り、今作はコング中心になるのではとされてきましたが、実際にそうなっていると言われると、ゴジラがたくさん見たい方にとっては不満な部分になってきてしまう感じがします。ただ、ポジティブに考えると、前述したように昭和のゴジラシリーズに似ているとのことなので、ストーリーはコング中心だとしても、ゴジラの出番は多くあるのではないでしょうか。最後に、めっちゃくちゃ皆さんが気になる部分だと思われる、もともと登場していたタイタンが不評だったために、ファンを大満足させるタイタンに置き換えられたという部分ですね。どのタイタンのことなんですかね。これまでモンスターバースに登場してきたタイタンだとは思うんですが、ちょっと東方怪獣の再登場を期待しちゃいますよね。皆さんはどのタイタンが登場すると思いますか？続いて、新たに海外ファンダムで浮上した噂に関してですね。これまで紹介してきた噂は、ゴジラ X コングでは人類はゴジラの行動をより受け入れるようになっている。
ゴジラはイタリアのローマでアラクニドと呼ばれる新たな昆虫型のタイタンと戦うかもしれない。コングはホロワースに留まっており、ジャッカルに似たタイタンの群れと戦う場面が登場する。コングは孤独にホロワースを守っているように見えるが、実はジアやモナークの監視下にある。コングはホロワースの奥深くに閉じ込められていた邪悪な赤い猿の部族を目覚めさせてしまう。ゴジラはそれを察知する。スカーキングは一匹ではない、赤い猿の部族が登場する。邪悪な猿の部族の長がスカーキングと呼ばれる。ティーザーに登場するオランウータン型のタイタンである。彼と彼の一族はかつて人類の古代の保護者だったが、権力に飢えるようになり地上世界の征服を狙ったが、ゴジラに阻止された過去があるようだ。スカーキングはコングよりもゴジラに強い恨みがある。スカーキングはコングよりも機敏で特別な能力はないが、蛇型タイタンの背骨のようなもので作られた特徴的な武器を振り回して敵を攻撃する。スカーキングはシムと共闘関係ではなく、ペットのように操っている。シムはスペースゴジラのように背中にクリスタルを持つ爬虫類型タイタンで、地上世界を征服するためのスカーキングの秘密兵器である。シムはタイタンの起源であり、氷凍てつく息の能力を持ち、氷河期を単独でもたらすことができ、過去に氷河期を引き起こした原因でもある。キングギドラを凍結させたのもシムの可能性が高い。スカーキングの部族の中に友好的な若者がおり、コングは彼と親しくなり、親子のような関係が始まる。これはこの映画の初期案であるサン・オブ・コングからの引用のアイディアである。エジプトでの戦いがある。ゴジラとコングが何らかの形でモナークによってアップグレードされる。新たな飛行型タイタンが登場し、ゴジラとコングの両方と戦う可能性がある。それは実はモスラかもしれない。エジプトのピラミッド周辺でゴジラとコングはシムと戦う可能性がある。スカーキングは人類がホロワースから資源を回収し始めたことに怒りを感じている。ゴジラは地表の問題に対処し、コングはホロワースの問題に対処するので、共闘することはないかもしれない。ホロワースエネルギーが今作の大きなキーアイテムとなるといったもので、どれも面白いものでして、信憑性はわかりませんが、シンプルにワクワクさせてくれるものになっています。そして新たな噂で興味深いものが登場しております。それはスカーキングが喋るっていうものなんですよね。どうしてそのような噂が広まっているのかちょっとわからないんですが、スカーキングはコミュニケーションが実は図れる相手ということなんでしょうか。これが仮に事実なら、モンスターバースの世界観が大きく変わる感じがしますね。俺個人としてはないかなって思うんですけどね。それにタイタンはタイタンらしく動物的であってほしいので。しかしながら、今回のゴジラ X コングが前作のゴジラ VS コングと明確に違うと感じられる点は、タイタンたちが高い知性を持ち合わせていることが強調されているという部分なんですよね。ティーザー映像をご覧になられた方はご存知だと思うんですが、スカーキングは玉座と思われる場所に座っていましたよね。ああいったリーダーもしくは崇める存在をグループに定着させる、そしてそれを象徴するようなものを建造するって、高度な知性がないとできないことじゃないですか。これまでのモンスターバースシリーズのタイタンたちは太古から生きながらえている野生動物的なイメージが強かったですよね。神々として扱われたりしていましたが、知性というか本能で行動している面が大きかったと思います。それが今作ではキャラクターとしての押し出しがとても強いように思うんですよね。これが果たしてどういう方向性を目指しているのかまだ定かではないですが、モンスターバースが大きく変化していこうとしているのは間違いないと思います。最後にゴジラ X コングが世界最速で映画祭で上映される件についてですね。試写の評判も上々の今作ですが、なんと今月の10月28日に開催される第24回中国映画促進会議第1回中国映画博覧会で世界最速で上映されることが明かされたんですよね。試写会からまだそんなに日数も経過していない中で映画祭に出品されるってとんでもないハイペースなんですが、大丈夫かなってちょっと不安になりますよね。ただまあきっともともとこの映画祭で上映することが決定しており、そこに帳尻を合わせるために動いていたのかもしれないですけどね。この世界最速での上映が行われることに関して注意すべきことはネタバレの投下ですね。おそらく何かしらの情報発信が行われる可能性は高いので、皆さん中華圏からの情報投下にはくれぐれもお気をつけください。28日以降に中華圏から発信されるものは、今日も紹介した噂話などではなく、上映されたものからの情報が非常に高いので、
ここは本当に気をつけた方がいいです。いろいろと話してきましたが、ゴジラ X コングのプロモーションも加速し始めていますね。噂によると12月頃に予告編が解禁されるようなので、皆さんゴジラマイナスワンとモナークレガシーオブモンスターズを見て首を長くして待っていましょうね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。